下着ブランドのクリエイティブディレクター就任、お披露目会も決定。女優の馬場文香がクリエイティブディレクターを務めるインナーブランド、みそらが、7月24日より公式サイトにてアイテムの発売を開始する。馬場は、2014年公開の映画、パズル、で女優デビュー。以降は、主演ドラマ、深夜のダメ恋図鑑、や、夫を社会的に抹殺するゴツの方法、をはじめ、仮面ライダードライブ、コードブルー、ドクターヘリ緊急救命 -3RD シーズン、やんごとなき一族、映画、糸、一人ぼっちじゃない、など、多数の話題作に出演している。そんな女優として活躍している馬場の個性が生きるスタイルを提案し、ありのままをより美しく輝かせることを大切にしたいという自身の思いを発端に、ブランドプロジェクトがスタート。1年以上の歳月をかけ、機能素材デザインすべてにこだわり、その思いを反映させたアイテムが完成した。発売に先駆け、大胆な露出と透明感のある馬場が印象的なキービジュアルが公開。以前ランジェリーブランド、ガールズバイピーチジョンのブランドミューズを務めた経験もある馬場の、こだわりが詰まったアイテムに注目だ。ブランドについて馬場は、無理をするのではなく、下着を変えるだけで自分を美しく見せたり、洋服を着るのがより楽しくなるということをもっと皆様にも知ってもらいたいという思いを以前から持っていました。ありのままのあなたらしさを、より美しく輝かせたいという私自身の思いを、ブランドコンセプトである、As I s ありのまま、に込めました、と明かしている。7月下旬には、一般子向けのアイテムお披露目会の開催が決定。詳細は後日発表予定となっている。また、21日には、同ブランドの公式 YouTube チャンネルが開設され、馬場本人が同ブランドについて紹介している動画が公開された。今後も、ブランドのアイデンティティやアイテムへのこだわり、新作アイテム、イベント情報などが随時公開される。また次の動画でお会いし、最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。